吉田さん、私は基本的に、ね、平和ボケっていいことだと思うんですよ。そんなね、切羽詰まった暮らしじゃなくって、のんべんだらりんと生きていける、それはそれですごくいいことだと思うんですよね。まあみんながみんな危機感なく生きていけたらこんなにいいことはないなと思うんですが、そんな世界はやってこないんですよね。まあいわゆる平和ボケとか危機感を失ったそういった国とか人には必ずしたたかに近づいてくる、まあ闇の手があるわけですよね。まあ例えば今ね、近隣の例えば中国でもいいや、中国が1万人ぐらいの兵隊でね、日本に攻めてきたらもうかなわないですよね、これはね。1万人じゃなくてもいいんですよ。やっぱりこう、10万人とかね、1億人とか、中国はそういう人間を出せますからね。いや、そう思ったらね、危機感をやっぱり煽られるし、まあそこまで考えなくてもいいと言っても、やっぱり今月の10万、20万っていうのはもぎ取ってこないといけないじゃないですか。で、人から売り上げを取ることによって経済の規模が広がるっていうふうにまず思考しなくちゃいけなかったり、人からお金を奪ったらね、その人がなんか疲弊するとか迷惑を被るみたいな考え方じゃね、絶対商売ってうまくいかないし、そもそも自分のサービスや商品にそのもぎ取った10万以上の価値がないって白状してるようなもんですからね。いや、これ10万だったら得だよみたいなものに仕上げていかないといけないし、まあ、そのために世の中よく見てないといけないし、その環境があることにも感謝ですよね。まあ、これが戦時下だったらどうなのかってことですよ、まさに。これが共産主義の国だったら、ロックダウン中の国だったらどうなるかってことですよね。まあやらなくてもいいからやらなくなる人もいれば、やらなくてもいい環境で常に避難訓練をしておくこと、まあ様々でしょうけどね。まあでもこうやって吉田さんも感じると思いますけども、ダメな人の特徴って結構あって、コツコツやっていくしかないですねって人は、まあ、コツコツやらないんですよね。で、マイペースでやりますっていうのも敗北宣言ですよ。あくまでもマイペースでやるんじゃなくて、マーケットのペースに合わせていかないといけないし、ライバルに勝てるペースじゃないといけないですよね。マイペースがライバルに勝ててればいいんですけども、平均もできないぐらいでマイペースに戻っちゃったりとかね。で、そもそもマイペースやるんだったらなんで来たのって話じゃないですか、それは。いや、その俺は負けないよって思ってますね。いろんな人がこのネットビジネスってものに夢を持ってやってきますけども、誰が来ても俺は負けないよって気持ちですね。だから歓迎すると同時に、その歓迎には、まあ一緒に走ってくれてありがたいなっていうところもあるし、でも俺の前は走れないと思うよみたいなね、そんなこの危機感というか、仲間のようなライバルのような関係を誰に対しても持ちますよね。だからこそなんですよ、勝負しようと思ってる人が簡単にマイペースとかね、コツコツやりたいとかね、なんかあれだよね、無理しちゃいけないなとかね、何なんだろうなと思っちゃいますよね。今しかないよ、そして今をやったからこそ、やった今を持ち越して明日が来るというね。今日やらなくて明日になったら、やらない過去を引きずった明日になるんですよね。でもやり込んだ今日を明日に持ち込むことができれば、そこからまた高みが目指せますからね。まあなんていうんですか、別に戦時下と比べなくてもいいんですけども、でももしかしたら、ドンパチと同じぐらいビジネスの勝負っていうのはシビアかもしれないですよね。この平和な時期に多くの人が困ってる時に、その困ったを困らないに解決する方法やサービスを提供できなければ、その人の困ったを放置することになって、結果自分にも収入がなくて自分も困ったになるわけですよ。だから人の困ったを解決すればお礼がもらえて、自分も豊かになって、みんな万々歳、それによって全体の、なんですかね、経済パイは良くなるんじゃないかなと。それで良くなれば人のことを責めようと思わないですからね。困った状態だから妬みがあったりとか、あいつから取ってやるみたいなことになっちゃうわけですよね。ということなんでね、平和ボケ、なんですかね、ビジネスは戦場ですね。いってらっしゃい。